首位広島、そして7位仙台の第14節になりました。先制したのは仙台です。前半の12分、蜂須賀からカウンター、中に送ったボール、今日はインサイドハーフに入っていましたが、その奥野が前線で残してゴールを決めました。こちら開けましたよね。はい。まあ、広島は再三申しますが、今日は前から守備をかけていた、はい、で奪って早くなったんですけども、仙台、はい、ディフェンスの組織ができる前に崩しきりましたね、はい、もうまさにプラン通りという形での先制ゴール、いいスタートを切りました。しかも堅守を誇るこの広島から早い時間帯での先制、このあとゲームはどうなるかというような感じもしたんですが、まあ、広島がこの後自分たちでリズムをつかみました、はい、その時間帯になってのフリーキックで柔らかいボール、柴崎からパトリック、この空中での強さを見せました。ちょっとこう前に走り込んでいいタイミングで打てるところに落としてきましたよね、はい、まあ、セットプレーでもこの武器がありますから、その中で同点に追いついた、やはり前半で同点に追いついたのは、これは相当大きな1点になりましたね、もう広島にとっては1対1、もう 0-0 も一緒ですから、はい、そして後半、前への推進力が強かったのは広島、はい、やや受ける感じになった仙台、ここも惜しいチャンスを作りました、パトリックのヘディング、後半は広島、自分たちのゲームでしたよね、はい、そして26分、柏。自分の特徴を十分に出してのプレーでゴール、これで逆転に成功します。なかなかつかみづらい選手、いやー、キレありますよね、トップスピードでボールを受けてそのままボックスに入ってシュートを打ちましたから、はい、まあ、この辺りも強さ、もう柏の一つの形になってますね。はい、そして終了間際です。和田のパス、和田からフリーのパトリックが今度は足元での強さ、それを見せました。3対1、この時間でこのパワーですからね、はい、もうこの1点で勝負ありというようなゴールにもなりました。まあ、今日は失点はしましたが3得点を挙げるという攻撃での強さを見せました広島、これでまた首位独走という勝ち点3を積み上げます。